ハロー,ユー,チューど,んどんマサルです。今回はあー春のアマゾンビッグセールファッション新生活タイムセール祭りでセール格で販売されていますスマートフォンやタブレットそしてその周辺機器をご紹介したいと思いますまずは先に周辺機器の方からご紹介しますスマホやタブレット関係につきましては後半ご,ご紹介したいと思います では早速周辺機器の方セール商品の方をご紹介しますとにかく今回たくさんのものがセールになっていますのでピックアップして特におすすめのモデル一部をご紹介したいと思いますまずはこちら某ガジェット系の中では有名な YouTube チャンネルでも紹介されたことのある充電器ですレトロなパソコンのデザインをかたどった充電器となっていて 実はかなり高性能、35W 出力に対応した USB-C の充電器になります。ですので、えー、パワーデリバリーにも対応している、なおかつ出力も高いということで、モバイル用のノート PC の充電はもちろんのこと、普通にスマホやタブレットの充電器としても使うことができるモデルになります。今回ご紹介するモデルの中でも特に割引額が大きく、40%オフとなる 4, 円のセール価格になっています通常の半額近い価格で購入できますので、えー、こちらの商品欲しかったという方今が一番のチャンスかと思いますなお外見はかなり大きく見えますが実際のところサイズはこんな感じスマホと比較してもこんな感じでかなりコンパクトなのがわかるかと思います特徴的なギミックとしましてはこのディスプレイ部分充電中に点灯するようになっていますので、えー、こちら 見た目的にもかなりデザインにこだわったモデルとなっていますなおこちらのモデルはチッカガリウム。こちら搭載したモデルですので出力は 35W と高いんですがこのようにコンパクトな手のひらサイズの充電器となっていますまたこちらこちらも割引額がとても大きく31%オフなの充電器こちらは2400円 このセル価格で販売されまなんといっても置くだけ充電それでいてこの製品はスマホスタンドも兼ねていますのでスタンドとして使いつつもその際に充電も行うそういうモデルですどちらかといいますと置くだけ充電器はあ机の上に平らに置くタイプが多いんですがこのモデルはこのようにスマホスタンドの形をしていますのでスタンドとしても充電器としても使えるモデルとなります 出力も置くだけ充電器としてはまあまあ高く 15W 出力に対応していますので最新の iPhone などもちろん Android も対応となりますが置くだけ充電対応のモデルを乗せるだけで充電ができるようになっています。あとはこちらこちらはスマホだけではなくスマートウォッチワイヤレス用これらを全て同時に充電できる製品になります。 2023年の最新モデルが今回いきなりセールになりました23%オフとなる3067円ということでそれぞれ専用の充電器を個別で購入するよりもこれ1台あれば3台分の充電器を兼ねているということで単に今回セール価格で販売されているだけではなく機能的にもとてもお買い得なモデルになっています 以前からこういったモデルを持っていたという方もいるかと思いますがこちら最新モデルでは出力が増えていますのでこういった機器を使っている方もちろんスマホスマートウォッチそれからワイヤレス4全てワイヤレス充電に対応しているということがポイントではありますがワイヤレス充電に対応しているモデルをお持ちの方の場合はこれで全ての充電が完結してしまいます そしてこちらは一般的なモバイルバッテリーとなりますバッテリー容量としましては1万 mAh またモバイルバッテリーでありながら 45W の急速充電にも対応したモデルそれでいてこちら小さな液晶ディスプレイが搭載されておりこちらでバッテリー残量を確認することができます特にこの種のバッテリー容量が大きなモデル どのぐらい本体に残量が残っているのか LED インジケーターで表示するものなどもありましたがやはり何といっても数字で見えた方が分かりやすくまたそれ以外にも多機能なモデルになっていますまず面白い機能としましてはこちらこの上の部分実はワイルス充電に対応となりますですので y o s ワイス充電に対応した最新の iPhone14 シリーズあるいは昨年の13シリーズももちろんですが僕だけ充電に対応した iPhone それから Android などをこの上に載せるだけで充電することができますあとは従来通りケーブルを使った充電にも対応となりますしかも3台同時に充電できるということでたくさんの機器を同時に充電したい という方はあとてもおすすめできるモデルになります。割とこのワイルス充電にも対応したモバイルバッテリーというのは価格は高いんですが今回セール期間中ということもあり価格につきましては4000を切る3900円で購入することができます。とにかく評価もとても高いモデルとなっていますので置くだけ充電にも対応したモバイルバッテリー そういったものを探しているという方はこちら購入を検討してみるといいかと思いますただし多機能なモデルになりながら今回価格は安いということで実はもうこの動画を撮影している時点で60%以上の方がカートに追加されており予定されている数量がもう間もなくなくなりそうですもしかしたらこの動画が公開される頃には全て売り切れてしまっているかもしれませんので気になる方は早めにチェックしておくことをお勧めします そしてこちらモバイルバッテリーこちらはバッテリー容量が 63200mAh という超巨大なバッテリーを搭載したモデルです普段の充電器として使うというのはもちろんのことまずこちら片側には太陽光パネルがついており太陽光に当てるだけで本体このバッテリー自体を充電することもできます また夜間太陽光が当たらない場合ですとこの手回しの部分このクランプの部分を回してやりますと手回しで本体を充電することもできるしかもケーブルにつきましては日足からこのように4種類の端子のケーブルがついていますのでベッドケーブルも購入する必要なくこの本体だけでスマホを充電することができますなお このバッテリーの充電方法は手回しだったり太陽光そういったものだけではなく普通に AC アダプターからこのバッテリー自体も充電することができます、まあ、普段は AC アダプターでこのバッテリーを充電しておき災害時地震あるいはその他の災害で自宅が停電してしまった場合そういった場合緊急用のグッズとして使うというのもいいかと思います特にこの製品はそういった災害対策 そういうところを意識してなのか、本体に LED ライトが内蔵されています。LED ライトは、この前面側、こちら側に搭載されており、点灯モード、あるいは点滅モード、フラッシュ、こういった3つの点灯法を選択することができ、まあ、主に点灯モードで使うかと思いますが、夜間、 停電した場合ここれを照明代わりに使うこともできます本体は少し重量があるため普段持ち歩く充電器として使うにはやや重すぎるかもしれませんがこういった災害対策用として自宅に置いておく非常持ち出し袋の中に入れておくそういう用途で使うのもいいかと思います意外にも防水に対応していますのでキャンプなどに持っていくというのもいいかもしれません こちら今回セール期間中50%オフとなる6443円となりますもう半額で販売されているモデルですのでこういったもの災害対策用にも使えるバッテリーを探している方はこちらのモデルを購入するのがいいかと思いますそしてここからは少しスマホの終焉機器ではありますがやや特殊な製品になります いわゆる VR コンテンツを使うことができる VR ゴーグルとなります価格につきましては28%オフとなる2100円での販売となります VR ゴーグルとしてはかなり安いのではと思うかもしれませんがこちらはこれ単体で使うというものではありません中にスマートなどをセットすることによって使うことができるそういう製品となります ですので、基本的には VR コンテンツを楽しみたければ、まあこれではなくて、普通の VR デバイス、メタなどが販売している VR ゴーグルを買った方がいいですが、まあちょっと気軽に VR コンテンツを楽しんでみたい。そういう方にとっては、このモデル、購入する価値はあるかと思います。まあなんといっても価格は安いため、お試しでちょっと買ってみるというのもいいかと思います。 あくまでスマートフォンと併用が必要となりますので、この前面のカバーを開けて、ここにお持ちのスマホをセットして使う。そういう製品となります。あれ、そんで、プレイステーション VR とか、あるいはあメタクエストプロとか、そういった、あまあ、ちゃんとした VR ゴーグルと比べますと、機能的には劣るもの。お試し用として、あるいは入門者向けとして使ってみる。そういうのもいいかと思います。 なんといっても価格は今回セール中2000円で購入できますし実は意外とこの製品評価が高く73%の人が星5つの満点をつけている商品まあ一部は桜の意見もあるかもしれませんが評価としては高いモデルとなっていますではここからはスマートフォンだったりタブレット端末本体の方をご紹介したいと思いますまず一つ目にご紹介するモデルは弓出のスマートフォン ユミデジのスマートの中でも特にスペックが高いモデルユミデジバイソンシリーズになります今回はその中でもバイソン GT2 Pro という上位モデルがセールになりましたのでご紹介しますこちらはユミデジが数年前から取り組んでいるタフネスシリーズとなります今ではこのシリーズがユミデジの中でもフラグシップモデルのような位置づけにもなっていますが今回こちらのモデルがセールになります 特徴的につきましては、防水にも対応している、対落下性能も高いというところ、そういったところが特徴ですが、基本スペックとしましても、こちら、メインセンサーとして6400万画素のセンサーが採用されるなど、実はこういった細かいところのスペックも高いモデルとなります。OS は Android12、CP につきましては、メディアティックのヘリ o G95 ということで、 最新の CPU と比較してメディアテックの中ではややハイエンドリミドルハイという位置づけの CPU ですので動作もサクサクしています。RAM も8ギア、r o m も256ギアとこの辺は立てていうところのハイエンド機種と同等のストレージ容量、メモリ容量を搭載していますのでこの辺もとても操作する上で快適なポイントと言います。 ディスプレイにつきましても意外と高速なリフレッシュレート 90Hz に対応していたりと意外と細かいところを見ても高性能なモデルになっています価格につきましても通常は 3, 3万円以上するモデルが今回はギリギリ2万円台2万9000円で購入できますので以前からこのモデル気になっていたという方そういう方は今が購入する絶好の機会となっていますただしいこちらも 用意されている在庫数がかなり少なくこの動画を撮影している時点でもう既に60%以上の方がカートに追加しており在庫も残りわずかとなっていますこの2万9000円で購入したいと思っている方は早めに購入することをお勧めしますまたイムデジのスマートフォンといいますと実はこちらこちらも販売されていますのでご紹介します、まあ、こちらはセール価格でというよりは クーポンが用意されていいるというモデルになりますこちら、4000円オフのクーポンがあ今回用意されていますので、通常価格は3万9000円ですが、これが4000円オフとなる3万5000円で購入することができます。ユミ出しの中でもエントリーモデル、あるいはエントリーの中ではややミドルレンジに近い、ミ出し A13 Pro Max。こちらのモデルがセールとなります。A シリーズではありますが、実はこのモデルは、 5G にも対応しており、まあ、ミドルレンジ、あるいはもっと上のモデルと言ってもいいぐらいスペックが高いモデルになります。特に CP も処理性能の高いメディアテックの Dimensity 900、これが搭載されています。ですので、現在の海デジのラインナップでハイエンドモデルにインーするバイソンシリーズでも、むしろこっちの方が処理性能が高いモデルとなっています。特徴的なところはこのハイスペックな CP を搭載しているというところ。 そして 5G に対応しているというところ。もう一つは、イメージのスマートの中では最大クラスとある6.8インチのディスプレイを搭載している。ここがある意味大きな特徴と言います。大画面を生かして電子書籍を読んだり、あるいは何か動画を見たり、その他普通にスマホを操作する場合におきましても、タブレットに近い6.8インチのディスプレイというのは快適に行うことができますので、 様々な用途で使いやすいモデルとなっていますメモリにつきましてもとても大容量のメモリ 12GB RAM ストレージは2 5 6ャ。どこを見ても全く妥協のないスペックでありながら今回はこの4000円オフのクーポンが用意されていますのでこのモデル3万5000円で購入することができます そして今回ご紹介する商品の中で最後のモデルになりますがちょうどセール価格で販売されていますタブレットをご紹介しますいくつかセール価格で販売されているモデルがあるんですが Android 12を搭載したテックラストの最新タブレット T40 Pro こちらがセール価格になりましたのでご紹介します今回あえてこのモデルをセール価格になっているタブレットの中でピックアップしてご紹介するかと言いますとこちら 画像の方に小さく書かれていますが、ワイドバイン L1 対応となっています。この L1 というのはセキュリティのレベル、著作権保護のセキュリティのレベルのことで、L1 が最も高いレベルに対応となります。これに対応していることによって何がいいかと言いますと、プライムビデオだったり、ネットフリックスなど、そういった動画未容体系のサービスを 主張すするる際に高画質でで見ることができます実はこれが L2 とか L3 の場合ですとサービスによっては画質が強制的に落とされてしまう要はあその映画などのコンテンツがコピーされてしまうのを防ぐためかと思いますがあえて意図的に画質を落として悪い画質でしか見せないというような処理が入っている場合がありますそのためにこちらのモデルであれば L1 対応となりますのでどのサービスを使ってもそういった画質の劣化はなく常に高画質で視聴することができるそういう安心して購入できるモデルということもありますのでこちらをご紹介します気温スペックも 8GB RAM128GB ROM ディスペイ10.4 1の 2000×1200 ドットこの辺の気温スペックもとても高い上、CPU は R といいますとこちらは ユニソックの T616 といいう CPU が搭載されていますこの CPU はスナップロガンでいうところの600番台とか400番台とかその辺のスペックにはなりますがタブレットとしては十分快適にこなせるスペックとなっていて実はマソルが昨年いくつか購入したアンドロイドタブレットもこのユニソックの CPU が搭載されていましたが特にまたつくことなく快適に使えましたので 処理性能的なところは十分実用範囲と言えますので、多くの方にスペックで言いますとかなり価格は高いのではどうもかもしれませんが実は今回、えー、セール中ということもありますのでセール価格で2万5000円で購入できるほか、こちらよく見ていただくと分かる通りさらに2000円オフのクーポンが用意されていますので実際の購入価格は2万3000円程度になる。 超お買いい得ななモデルとなっていますこちらは在庫につきましてはまだ在庫ありとなっていますので、えー、まだしばらくは購入できるかと思いますがやはり在庫がなくなりますと購入できなくなりますので早めに購入しておくことをお勧めします。ということでいかがだったでしょうか今回はアマゾン春のビッグセールでセール価格になっていますタブレットやスマートフォンそしてその周辺機器をご紹介しました。 やはり全体的にスマホなどの充電器関係この辺が多くのモデル人気商品がセールになっていますのでお買い得と言えますし新しいスマートフォンメインスマホとしては少し機能は足りないかもしれませんがサブ機として持っておくと便利な弓出ジのスマートフォンとかそういったものもセールになっていますのでぜひ今回何か欲しいものがないか一度チェックしてみるといいかと思います なお、今回ご紹介した商品につきましては、販売ページのリンクを動画の概要欄の方に貼っておきます。もし欲しい商品ありましたら、在庫が少なくなっているモデルもありますので、早めに購入することをお勧めします。その辺の詳細が気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。